はい、ビッグゲームのサブチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。静かです。もうすぐね閉店なんですけれども、今回の動画ですね、私の通勤車両、愛しの TW ちゃんですね、こちらがですね、なんと私交通事故をね巻き込まれまして、この車両がですねフロントフォークぐにゃっていっちゃってね、フレーム少しみたいな感じで、長期間ですね乗れなかったんです。壊れちゃってて、でそれが完成しましたよっていうことで5月の頭に納車されました。綺麗になってね、でよしこれから乗るぞって思った時にですね、そうだオイル交換をしようということで自分でオイル交換をしたわけです。でここにですねオイルクーラーがねこうついてるんですけども、ここにオイルフィルターが入ってます。オイルエレメントですね。でそのエレメントを新しいものに交換しようということで交換をしたんです。そしたらですね違うバイク、もう一台ビッグスクーターがあるんですけど、その違うバイクのエレメントを、買って置いといたんですよね。それがですね、まあ、直径といいサイズといい全く一緒なんです。ただ形状が違くてですね、その車両の違う、オイルフィルターを入れたらですねオイルが結局流れなくなっちゃったんですよ。ということでエンジンが焼き付いたんです。朝ですねちょっとツーリングを行ってたらですね、突然キューというすごい甲高い、ね、音とともにですね、まあ、ちょっとおかしいなと思ったんだけども、もう最後の最後ねがっちり焼き付いて後輪がロックして、うわこれ最悪だってことでですね、まあ大変な思いしたんですね。で結局、事故を起こして丸々1年2年間ぐらい、ずっとバイク屋さんの方に、預けておいて、ようやくそれがフルで全部治りましたって治ってきて、さあ乗るぞって言って乗り始めて1週間ぐらいで焼き付いちゃったんです。で結局今回ですね、その焼き付いた、車両をですねエンジン乗せ替えるっていうことでエンジンを今回乗せて変えました。これでようやくですね念願の、TW ちゃんね、通勤車両乗ることができます。やっとですね。だからここの手首のね怪我を、交通事故で負ってね複雑骨折して、それからまともにこの車両乗ってないんです。ようやくね今年の秋は乗れそうですね。もうちょっとねあまりにもちょっとこの車両ですねお金かかりすぎちゃってますので、とりあえずもうですねそうならないように丁寧にね乗っていこうかと思います。でこれ KN 規格っていうところのねサスペンションをねその焼き付く前にね交換したんですよね。で非常に乗り心地が良くなったんだけれども、結局5月にね入院して、このね車両がねエンジンの世界で入院して、上がってきたのがついこの間9月のねほんと3日前ぐらいですね、24日か昨日一昨日ですね上がってきた24日に戻ってきました。まあ、今年の夏がね異常に暑かったので、夏場ね、治っててもですね実際にもう乗れるようなね状況じゃなかったので、逆にねバイク屋さんの方で、預かってもらって綺麗にですね、直してもらって良かったのかなと思います。とりあえずですね、エンジンをねかけてみたいなと思いますね。お客さんから、これはねバッテリーレスなんで、キックスタートです。ここねオンにしてキックね出してかかるかな、せーの、最近ですねちょうどそのね事故でね
ハンドルもね、基本的にちょっとおかしくなっちゃったんで、ストリート仕様ってですね、少しここが高いですね。ヨーロピアン4型を入れてます。これは今まではね、ヨーロピアン1型ってね、もうちょっと低かったんですけども、かなりですね、アップ派にしたので、通勤とかでですね、まあ、普通の道をダラダラ走るのにはやっぱりこうちょっとハンドルが高いぐらいの方がね楽なので、ヨーロピアンのね4型入れましたね。でここの、なんていうんだっけな、こう携帯をつけられるね、なんていうの、ど忘れちゃった、なんとかバー、これがですね、ハリケーンっていうハンドルメーカーのものではなくて、ラフロードだったかな、こうなんつったらいいんだろう、ここがネジ外してグニョって開くわけじゃないんだけれども、多分こっち側のエンドの方からスー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 って入れてきてくれたのかな、バイク屋さんがこれやってくれたんですけど、よく入ったなと思ってね。ここほら、曲がってんじゃないですか、これが。だからこの厚み分多分どっかで引っかかると思うんですよね。それが引っかかんないでね、ここまで綺麗に収まってるんで、すごいなと思ってね。まあそんなこんなでですね、ようやく愛しのですね、通勤車両ちゃんが、戻ってまいりましたよ。よかったよかった。エンジンもねちょっと汚かったんでね、中古のエンジンをね乗せたんです。ヤフオクで買って、でこの辺のねシリンダーのヘッドの部分のフィンとかが結構ねもうやれてたので、全部綺麗にでですね、僕の方で塗装しました。ところどころこの辺もね傷があったんですけども、まあ、簡単にね艶消しのスプレーでシュシュシュってやってね直しました。あと TW ってね、ここに錆びりやすいんですよね。でここもね、シルバーのサフェーサーシュシュって吹いてね、まあごまかしでテープですけどね、綺麗な感じになりました。で LED にね玉変えて、ようやくね、ようやくこれで楽しい通勤ができますね。これから涼しくなってくるんで、ちょうど気温がですね20度を下回るぐらいですかね。厚手のジャンパーを着て、うわちょっと寒いなっていうぐらいのですね気温が僕一番ベストで好きなんですよ。もう25度以上あるとですねバイク乗れないんで暑くて、平政とか青物鉄道ですね、気温大体18度から21度ぐらいが一番好きですね、マジで。ただねバイクはある程度こう防寒対策すればね、そこそこ、まああんまりみんな冬は乗らないですかね。僕はね冬逆に乗るので、これから本当通勤でねちょっとね乗りすぎてる車を少しお休みさせてあげて、バイクと車交互にねこんな感じに乗っていくような感じにねしていきたいと思います。ということで、うるさいんでね止めましょう。はい、ということでですね、ビッグゲームのサブチャンネル、まさにサブチャンネルはですね、僕のね思いつきとひらめきでやってるような動画なので、とりあえず、まあ、釣りに関係ないこの辺の動画もねちょいちょい上げてますので見てやってください。これねすごいんですよ。ナンバーも載せちゃっていいのかなと思うんだけど、5656でしょ、1818なんですよね。バイクっていうのはね、このナンバープレートの、番号はね基本的には選べないんですよね、指定できないんです。だから偶然ねバイク屋さんの方でナンバー登録ねしてもらうときにね、偶然この2台はですね連番になりましたね。5656、1818、これはね自分でこの間車検出しました。6月にユーザー車検ってやつねやってきました。で、もともとね、セパハンだったのかな、ここにセパレートでハンドルがこう入ってたんですけれども、アップハンにしてるんで、ちょっと幅がね変わりました。あとここのね
スクリーンもね、ちょっと高めのね、ロングスクリーンに入れてるんで、高さが変わったってことで、高さと幅が変わったっていうことでですね、構造変更をね、した感じですね。あとは特にですね、まあマフラーはノーマルに交換して、まあ、こんな感じで普通にですね、通しました。でもかなり安かったですね、ユーザー車検ね。通常バイク屋さんでやる車検の半額ぐらいでできたんじゃないですかね。まあそのちゃんとねバイク屋さんの方に預けて全部ですね整備をねしてもらった状態でね持ってってるので、まあ特にあとはですね車検場に行く前に光軸調整ね、光のねライトの光軸調整だけねして持ってたら一発合格でしたね。でこの通勤車両はね排気量が小さいので車検がないので非常にねこう取り回しが楽なんですよね。サイズ感といい、あの大げさじゃないってやつですね。ちょこっとコンビニに、コーヒーでも買いに行こうかなっていうので、もうどれぐらい前かな、10年以上前に、買った車両ですね。未だにねピカピカです。あのお店の中にね保管してますのでかなりねピカピカですね。ただね最近パーツがなくなってきましたね。これね、例えばあのここにね本来ついているフェンダー、アルミのフェンダーとかもあるんですけど、事故のね前につけていたアルミのフェンダーの形がねすごいベリーショートでめちゃめちゃかっこよかったんですよ。こんなもんしかなくて、で同じようなやつをねその事故後に、つけたんですけれども、もうねなんかシルエットがすごいこれ大きくてですね、ちょっとなんかちょっと違うなってことで、外しました。もうフェンダーいらないやと思って、フロントね、でどっちにしろ晴れた日しか乗らないんでまあいいかなということでねやりました。あとね TW 乗ってるお客さん結構ねうちのお客さんでもいるんですよ。 TW 乗ってる人でリアサスをね KN 規格っていうところのこれ4万ぐらいだったのかな確か。 KN 規格 TW200 リアサスって出てくるとこれねショッピング出てくるんですよ。でこれマジでいいですよ。なんだかねレースにも使えるようななんか物件だってことで十何段階調整ってたかな、あのサスペンションのそのね硬さを調節できるのと、あとここのねバネ自体をこうギューッと縮むことで元々のサスの硬さみたいな調整できるんですよね。こちら側からね、なんだっけな、プリロードって言ったかな、こうバネをギューッと圧縮していくってやつ。であとこっち側の方にですね12段階ぐらいのあの減衰力のね調整ができるので、あの走っててちょっとした路肩とか段差でものすごい底突きっていうんですかね、お尻のっていうかねお腹のね胃にくるようなゴゴンっていうようなね痛みがこのバイクあるんですよ。で車両が古いのもね確かにそれが影響してるんでしょうけども、やっぱサスペンションはね最初に行かれてくるのでサスペンションはね交換して大正解でしたね。なんか4万円も高いなと思ってねずっとつけなかったんですけど思い切ってつけて非常に満足ですね。いい感じです。やっぱりね何らかんないってね、これ最初ね僕事故の起こす前はねクリアレンズだったんですよ。ただレンズが割れちゃったんでレンズ黄色にしてくださいっつって、微妙にねこのスモークが入っているオレンジ色のレンズがめちゃめちゃ気に入ってます。これめちゃめちゃかっこいい、マジでいい感じですね。でここのねこのベーツライト、これベーツライトって言うんですけど、ベーツもねハロゲンランプからですねLED にチェンジしました。ただねこのねライトのソケットからこの長さがあるんですよね。でうまくねはまるやつとはまらないやつがあるんで、結構ねちゃんと調べてやらないと結構厳しいですね。でね結局ね僕はね一番最初につけていた LED がソケット外して直接ね3つの端子を直接こうやってつけて、ちょっと端子を曲げてねこの裏側の壁面に当たらないように加工したんですよね。ただ最近その LED のランプもショートタイプのやつがね、同じタイプのものなんだけどショートタイプのやつが出て、それが出たんでねまたその3つの端子のあのカプラーみたいなのを買って端子を作り直して自分でねやってます。今なんで漏電とかですねショートとかっていうのは限りなくなくなってるので、怖いですかね、いきなりねショートするのもね。こんな感じでございます。ただねこれバッテリーレスのね車両なんですよ。キックでねバッテリーつけたいですよね。 ETC つけてねこれ高速乗りたいんですね本当は。ただ ETC をつけるにはやっぱりねバッテリーがないとね ETC の結局機械自体がね
正確に作動するかっていう問題ですよね。要はゲートが開くか開かないか。でっかいね、本当はここにでっかいバッテリーがボコッと入るらしいんですけど、ものすごい小さなね、こんな本当に本当小さなね、バッテリーがあるみたいなんですけど、いつかね、いつかそれをまたつけてみて、ただね、自分でできないんですよね、そういう伝送系のあれとかって、伝送系に限らず。だから自分でできればいいんですけどね、まあ、そのバッテリーキットをつけるのにまたバイク屋さんに出すとですね、おそらくまた1ヶ月2ヶ月戻ってこないので、まあ、ちょっとおいおいですね、その辺は、様子を見ながらやりたいなと思います、ね、デイトナのシートもね、これあげたっけな俺動画、デイトナのシートを買ったんですよ。ここのね、収まりがねめちゃめちゃいいんですよ。ここが、ここの収まりが結構、ここがね開いちゃってるやつ多いんですよね、合ってないので、デイトナはね純正タンクにめちゃめちゃぴったり合うようにねできてるんで、このコージーシートのね、これコージーシートのね、なんつったんだろう、薄っぺらいやつとスーパーローっていうのと普通のがあるんですけど、普通のねちょっと厚いやつはもう生産されてないんです。でスーパーローってね、少しここが薄いんですけど、このねデイトナのシートがですね、もう欲しいなと思って検索かけたけど、ずっと生産されてなかったんですよ。3年4年、欲しいなと思ってから3、4年ね生産されてなくて、この間ようやくね、なんか生産されましたっていうのをねこう聞きつけて速攻買いました、マジで。結局ね、いろんなところをシート変えて、それこそもうサスペンション変えて、で綺麗に直ってる状態で、最終的にはね僕の不注意でオイルのフィルター違う車両のやつ入れちゃって、エンジン焼き付いて、でそこからまた4ヶ月ね、ずっとバイク屋さんに預けてて乗れない状態で、まあ本当に今年暑かったからね、本当良かったですけど、いやーとりあえずですね、これで、今年の秋はね、秋冬春、来年のまた5月ぐらいまでですね、楽しい時間が過ごせるなと思って嬉しいなっていう限りですね。はい、ということですね、またですね、ほんのわずかな、バイクファンのねお客様のために僕のどうでもいいこのつぶやき動画をねまた上げたいと思いますんで、それではまた皆さん、チャンネル、バイク乗ってる人はね必ずここの親指のところがね黒くなるんですよ。これね、新しいスニーカーを買っても必ず黒くなるんで、これも考えもんですね。それではまた。